どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。だいたい半年前ぐらいですかね、僕が最強のタスク管理ツールの TickTick っていうアプリをご紹介したんですけども、ありがたいことにね、その動画たくさんの方に見ていただいて、結構ね TickTick 入れましたとかね、使ってますっていう風に言ってくれてる人とても多いかなというふうに思います。で、僕もね今も TickTick 使ってるんですけども、あの動画をね公開した後もどんどんアップデートを重ねてって、結構ね新機能が増えてるんですよ。なので今回はですね、 TickTick の基本的な使い方ってのは前回の動画を見ていただくとして、それ以降に追加された新機能ってのをですね、その使い方とか活用法ってのを簡単にご紹介していきたいなというふうに思います。もともとねすごく便利だった TickTick なんですけども、その後の進化を見ていてもなんかね分かってるなってね、 TickTick にはそれを期待してるんだとかね、ユーザーとしてはそれを期待してるんだみたいな、自分の強みとユーザーのニーズってのをねちゃんと分かった上で確実に進化してるなってのが見て取れるので、すごくね進化の方向性も好印象かなというふうに思います。そんな進化をね今日は動画でご紹介しようと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで今回はですね、 TickTick に実装された新機能を4つほどご紹介していこうと思うんですけども、まずね4つのポイントも先に挙げておきます。まず1つ目がメールアプリの Spark との連携、メールから直接 ToDo リストに連携できるようになりました。で、2つ目がリスト、タスクリストの看板ビューっていうね新しいビュー方式が追加されました。で、3つ目、これが結構大きいんですけども、ノートリストっていうね新しいリストタイプでノートアプリ的な使い方もできるようになりました。で、最後4つ目が新しいね iOS14 のウィジェットに対応しました。この4つの点について、これからね iPad の画面を実際にお見せしながら使い方とかをねご紹介していこうと思います。まず1つ目はですね、TickTick とメールアプリ Spark が連携したっていう話ですね。何かっていうとですね、 Spark っていうメールアプリがあります。これすごく便利で、僕も普段からねメインのメールアプリとして使ってるんですけども、その Spark と TickTick が連携して、 Spark に来たメールをですねそのまま TickTick の ToDo としてタスクを登録することができるようになったんですね。これをちょっとじゃあ使い方を紹介していこうと思います。まずはですね、連携をするために Spark 側でね連携の設定をする必要があります。画面のね左下の方から設定ボタン、歯車のアイコンを押してもらうと、この設定画面が出てくるんですけども、これをタップしてもらうと、もう僕今ね追加しちゃってるんですけども、これ追加の仕方はね、サービスを追加してあげると、この Spark と連携してるアプリが一覧で出てくるので、ここで TickTick を選んであげると、もうねそれだけで連携は完了です。おそらく TickTick のログインが要求されると思うので、その際はね要求に従ってログインしてあげてください。で、こうやってね連携ができたら、あとはねもうメールの受信ボックスに行くだけです。はい、というわけでね、普通のメールはなかなか見せられないので、僕が購読してるね土屋カバンのメールマガジンを今ねこうやって相当してお見せしています。で、これがねメールボックスだとして、メールが届きましたと、何をするかというとですね、これスワイプしてあげると、こうやってね TickTick に送るみたいなボタンが出てきます。これをねそのままスワイプしてあげると、こうやってね TickTick に送る画面が立ち上がるので、ここからですね ToDo の名前を変えたいときは、ここのね名前をいじってあげることもできるし、テストみたいな形で、で、この ToDo の開始日とか終了日、いつからいつまでの間に対応しますかみたいなことも、ここでね開始日を設定できたりとか、期日いつまでにやるのかみたいなことを設定することもできます。で、このままある程度ね設定が終わったら、保存を押してあげます。するとアップロードしてメールの書き出しが完了しましたって画面になるので、これでもうね TickTick の方に今のメールのタスクが送られています。ちょっとね TickTick の方を見てみましょう。はい、そしたら TickTick を開くとですね、 Spark から送ってきたタスクってのはこの受信トレイの中に入っています。で、見てみるとテストっていう名前、自分が決めた名前と、日付、期日でちゃんとねタスクとして登録されてるんですけども、これをタップするとこんな感じでね、メールの本文ってのもここに載っています。これによって、メールで発生したタスクをすぐに TickTick に登録することで、仕事の抜け漏れってのをね、防ぐことができます。はい、そしたら2つ目の新機能なんですけども、2つ目は、看板ビューっていうね、新しいビュー方式がリストで使えるようになりました。看板ビューっていうと、いわゆるね、トレロっていうアプリとか、そういったアプリが有名なんですけども、そのビジュアル的に仕事の進行度合いを管理できるっていう風なビュー形式なんですね。これもちょっとやってみようかなっていう風に思います。まずこんな感じでですね、自分のリスト形式のトゥードゥーリストがあります。部屋の掃除、コーヒー豆買いに行くとかね、銀座に行くとか、リストがあるんですけども、このリストの右上の3点リーダー、これをタップしてもらうと、このビューを切り替えっていうのがね、使えるようになりました。これを押してあげると、リストビュー、今のビューと看板ビューっていうのをね、切り替えることができます。で、これで看板ビュー切り替えてあげると、こんな感じでですね、看板形式って言われる、トレロとかね、ノーションで使えるような、ビジュアライズでね、仕事の進捗状況を見るみたいな、そういう風な使い方ができるようになりました。で、これどうやって使うかっていうとですね、この一個一個のタスクリストっていうのが、ポストイットの紙だと思ってください。なので、このポストイットをですね、持って、
いろんな壁にこうやって移動させながら貼り付けていく、こういう風に使います。この上に書いてる to do とかね、午前とか午後ってのがカテゴリーって言われるもので、 to do の中でもね、その種類別にタスクを分けておきたいときに、例えば to do としてはここなんだけども、午前にやりたいことと午後にやりたいことって分かれてる場合は、部屋の掃除は午後にしようとかね、タスクの種類を分けて管理することができるんですね。例えばね、仕事とかで複数人で管理する場合は、仕事の進捗度別にこの看板ビューを使って管理するっていうのもすごく便利なんですね。例えば今ね、プログラム修正対応っていうタスクを一つ追加したんですけども、これをじゃあ今日着手しますっていう風になったとすると、まずは一つ右に移動させて、これ着手します、今日着手する仕事っていう風なカテゴリーにね移動させてあげます。で、対応が終わってもうね、修正完了したら、この完了っていうカテゴリーを作ってもう一個右に移動させます。で、さらに先方の確認が終わったら、確認済みにもう一個ね右に移動させてっていう風に、左が仕事の始まりで、右に行けば行くほど進捗が進んでいくっていう風な形で、進捗の度合いってのをこの、ね、看板ビューで管理すると、ビジュアル的にね仕事が見える化できるので、今どんな仕事がどれぐらい終わってるのかっていうのを簡単に管理することができます。かつですね、この看板ビューはリストビューとね切り替えが簡単なので、またここでねビューを切り替えてあげると、リストビューにすぐに戻すことができるので、例えばなんか仕事をバッと書き出したいときはリストビューにして、もっと進捗を管理したいときは看板ビューを使うみたいな、今したいことに合わせてビューを切り替えるとすごく効果的に使えるんじゃないかなと思います。はい、というわけで3つ目なんですけども、3つ目の機能はノートタイプリストっていうのが作れるようになりました。これ何かっていうと、このリスト、ここの to do リストの中にノート、メモアプリみたいなものを作れるようになったんですね。それがこのノートタイプリストなんですけども、これタップしてあげると、こんな感じでね、一個一個がタスクじゃなくてノートになってます。なので、iPhone の純正メモみたいな機能をね、この中に作ることができるっていう風な形ですね。これ作り方としては、リストを追加するときに、リストタイプってものをタスクじゃなくてノートにしてあげると、こういうね、ノートメモアプリみたいなものを作ることができます。で、これ一個一個がね、メモになってるんですけども、例えばね、こうやって押してあげると、こうやってもう文字をねガーッと打ち込むことができます。テキストエディターみたいな使い方を想定してもらえると近いと思うんですけども、文字を入力するだけじゃなくて、いろんな装飾だったりとか、いろんな機能っていうのをねこの中でいろいろ使うことができます。ちょっとね簡単に解説していきましょう。ノートの中でできることなんですけども、基本的にはマークダウンに対応しているので、マークダウンで使える機能は基本的に使えるっていうふうに思ってもらえればいいかなっていうふうに思います。まず一つ目がですね、見出し、この大見出しとか小見出しとかね、こういう見出しを作ることができます。で、あとは文字の太字で、あとはハイライトって言ってね、ちょっと文字を強調するようなこういう装飾も作ることができます。で、次はノートの中にチェックボックスを作ることも可能です。あとはこうやってリスト形式で文字を入力することも可能だし、番号付きリスト、1番2番3番っていう風に番号付きでリストを作ることも可能です。で、次はイタリックっていうね車体文字ですね、こういったものも作れるし、アンダーラインを引いたりとか、文字に打ち消しをしたりとか、あと水平線って言ってね、この線なんですけども、このノートの中をねセクションに分けて使うみたいな、そういうこともできたりします。で、こっからはね結構いいなと思う機能なんですけども、他のリスト、例えばジョブとかプライベートとか別のリストのタスクってのをこの中に埋め込むことができます。なので、このコーヒー豆を買いに行くっていうタスクをねタップしてあげると、こうやってプライベートリストの中にあるコーヒー豆を買いに行くっていうね登録してあるタスクが表示されます。で、この中でねチェックリストにチェックを入れると、元のリストもね完了になっているので、例えば議事録を書いたとして、やることはタスクで管理するけども、最後議事録としてね会議の内容と最後に宿題、次の対応事項みたいなことを書きたいときはね、こうやってノートタイプを使って別のリストのタスクをね埋め込んであげるみたいな、そういう使い方がすごく便利かなというふうに思います。で、あとはリンクも挿入することができるので、これタップしてあげると、僕のブログなんですけどもね、ブログが開いたりとか、こういったことも可能です。で、あとはコードブロックも作ることができます。これ何かっていうと、マークダウン記号とかを無視してプレーンテキストとしてこの中にね文字入力ができるんですね。例えばね、このシャープって文字を普通に文字として使いたいなって時に、ここでね普通に文字を打っちゃうとどうなるかっていうと、シャープが反応しちゃって見出しになっちゃうんですよね。まあ、その時にコードブロックで囲んでおくことで、この文字としてシャープを入力できるみたいな、そういう機能になります。これ、ね、エンジニアさんがよく使うような機能ですね。で、最後はこうやって引用ってのも作ることができます。こんな感じでですね、普通のブログエディターとかねテキストエディターで使えるようなことは大体この中に入っているので、もうここでね本格的な
文章を書くってことも、まあ、可能なんじゃないかなというふうに思います。であとはこのノートにコメントを残すことも可能なので、こうやってなんか思いついたアイデアをねパッと自分でメモしたりとか、複数人でノートを編集するときにコメントしながらねちょっとこう編集していくみたいな、そういう使い方もできるんじゃないかなと思います。他にもですね、このノートタイプリストはテンプレートをね作成してそれを呼び出すことも可能です。ノート立ち上げるとテンプレート使用するっていうリンクがあるので、これをタップしてあげるとこうやって読書ノートとか会議のメモとか自分で作成したねテンプレートってのを一発で呼び出すことができます。他にもですね、タスクの進捗を貼ることができるってのはこれすごく便利な機能で、この文字入力の画面で左下のねクリップボードのアイコンをタップしてあげますと、すると今日のタスクの概要ってのをプレビューすることができます。これね挿入してあげると10月4日のタスク完了したものがこれですよと、でまだ今日のもので未完了なのがこのタスクがありますっていう風な形で、今日時点のタスクの状況ってのをここにねペーストできるんですよね。まあ、これによって例えば毎日日報を書いて今日やったことはこれで、できなかったことはこれみたいな形で一発でタスクを呼び出してそれに対しての振り返りを書くみたいな、そういう使い方ができるので、これも便利かなっていう風に思います。まあ、こんな感じでね結構ユニークな機能もあって使いやすいノートタイプリストなんですけども、まだちょっとね改善規模だなって点もいくつかあるのでご紹介しようと思います。それが2つあってですね、まず画像の扱い、これノートアプリなんでこの中に画像を埋め込んだりとかしたいじゃないですか。なんですけどもまだね画像の扱いがちょっといけてなくてですね、画像自体は埋め込めるんですけども、例えばねこうやって写真をドラッグ&ドロップでノートの中に持ってきます。するとこのノート自体にベタッと貼り付けるみたいな、そういう形式なんですね。文字で言うとこのね文章をバーッと打ってて、ここに文字入れたいんですけども、これができなくてね、あくまでノートの全体のこの概要に貼るって感じなので、この辺がねもっとインラインに画像を埋め込めたらもっと便利になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でもう一点がやっぱ Apple Pencil の対応ですね。 Apple Pencil に対応して手書きメモみたいなものを残せたら、よりメモとしてのこう機能というかね価値が上がってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、そしたら最後4つ目の機能なんですけども、4つ目はね最新の iOS 14のウィジェット対応ですね。これはもう使った方も多いと思うんですけども、新しいねウィジェット、まだ対応するアプリ限られてはいるんですけども、その中でもね TickTick はいち早くこのウィジェットに対応しています。ウィジェットの追加画面から TickTick を押してあげるとですね、タスク、今日やることとか、そういう ToDo リストを表示することもできるし、最近ねまたアップデートで増えたんですけども、ハビット、この習慣化の管理っていうのもウィジェットでね管理することができるようになりました。こんな感じですね、今日やらなきゃいけないことをリストで常時表示しているので、これすごく分かりやすいなと思うし、ここからねタップすることでアプリに遷移できるので、すごくねアプリ自体の使い勝手も良くなったなというふうに思います。はい、というわけで今回はですね TickTick の最近のアップデートってのをまとめてねご紹介していました。見てもらった通りですね、この半年間ぐらいでもかなり大型アップデートがたくさん入ってて、しかもそのどれもがセンスがいいんですよね。 TickTick ってカレンダーとかポモドーロタイマーとか習慣化とかね、生産性を上げるための機能っていうのがまとまってるのが一番の魅力かなというふうに僕は思ったんですけども、今回それにメモ機能っていうのが加わったことで、やっぱりね ToDo とメモってすごく密接な関係があると思うんですよね。まあ、こういったものをアプリの中に内包できることによって、よりTickTick 一本でできることが増えたので、本当にもう生産性管理とかタスク管理っていうのは TickTick 一本でいいんじゃないかなと思うぐらい、すごくね魅力的なアップデートだったかなというふうに思います。ToDo リストって種類がめちゃめちゃたくさんあるんですけども、正直今一番熱いのはね TickTick だと思うので、新機能まだ使ってなかったって方はですね、ぜひ一度触ってもらって自分なりのね便利な使い方っていうのを見つけてもらえればなというふうに思います。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画もですね少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。